別人に作曲させていたことや全労を偽っていたことが発覚した佐村吾内守さんが代理人を通じて日本音楽著作権協会ジャスラックに接触していることが17日分かった代理人は印税に関する話し合いをする意向を明かしており佐村ウチさんの著作権を主張するとみられる問題発覚後印税の支払いは凍結されているがその 解除やこれまでに受け取ったとみられる数千万円の行方が注目される。疑惑なベートーベンが生み出した収入はどこへ行くのか。サムラ・ゴウチさんサイドがジャスラックに接触していることが判明した。2月に最初の代理人が辞任してから今月12日に弁護士の山形敦彦氏、秋山航氏が新たに代理人に就任したことが判明。この日までに 印税に関する問題を含めて話し合いをしていくと明かした。ジャスラックも、この日、佐村ウチさんサイドからの接触を認めた。ジャスラックによると、佐村ウチさんが作曲者として登録されている楽曲は103曲。CD の売り上げやコンサートでの使用など、印税の支払いは年4回で、次の振り込み予定日は今月末という。だが、関係者は、問題の発覚により、 サムラ・ゴウチさんの印税は凍結された状態と明かした。また、サムラ・ゴウチさんの最大のヒット作は、約18万枚を売り上げたアルバム、交響曲第1番広島。大手レコード会社関係者によると、一般的に、作曲者の印税は6%入るため、税込み2940円の同 CD の印税収入、約3000万円がすでに支払われたとみられる。だが、 ゴーストライカーの新垣隆さんが大作を告白したため、事態は急変。ジャスラップでは、現在、凍結されている印税や、これまで支払われた印税がどうなるのか、全くわからないという。作曲者が違うということになれば、印税の返還の可能性もあり、103曲のうち、どれを作って、どれを作っていないのか、代理人と話し合いますとした。新垣さんは すすでに著作権をを放棄るる意思を示しているが佐村ウチさんは今月7日の会見で曲について新垣さんは自分のもののように言っているが私の設計図に基づいていると自身の功績について言及著作権を主張するとみられる今後もゴーストライター問題はまだまだ大引きそうだ